どうも、PDR さんです。タックが怪しいオンラインサロン系 YouTuber がよくやってる、絶対に関わってはいけない人五千を YouTube のブームにしたいそうです。イエーイちなみにもし怪しいオンラインサロン系 YouTuber この動画を見てましたら、 恐竜みたいいに絶滅してくださいで、タックーが PDR さんを名指しで指名してきたので、PDR さんもやってくれるでしょうという淡い期待を抱きながら、やらないわけにはいかないですよね。はぁ、あ、嬉しいくせに。What 昨日さ、ヤンキーの集団がうちの学校に乗り込んできて、大乱闘。え、やば。いや、マジでやばかった。で、学校帰りに新宿に寄ったら、チンピラにいきなり襲われたわけよ。ヤンキーの次はチンピラ 大変だね。まあな。でも、ボコボコにしてやったから、心配すんな。こういう人って、最初はちょっと面白いかもしれないですけど、だんだん面倒くさくなってきますね。相棒みたいだね。あ、あい、あ相棒、ちょっと待って、ちょっと待って。それ撃って、俺が後ろに倒れたら、せっかく綺麗に並べたフィギュアが全部倒れるから。ははああ,ああぁ痛ぇよ あと話すげえ盛る人って他にどんなことを嘘ついてるのかわからないんで、まあなるべく関わらない方がいいと思いますね。おわかおわかありがとうございます。ありがとうございます。ここまで来れたのは本当に皆さんのおかげです。心の底から感謝してます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、じゃあ、ありがとうございます。はぁ、あ、気持ち悪いな。ギャーギャーうっせぇ。あ、お疲れ様です。こちらをどうぞ。 何これコーヒーです。俺がこんな泥みてぇなもん飲めるわけねえだろ。あ、す、すいません。俺はスーパーウルトラ豆乳キャラメルシロップラテ以外飲まねえんだよ。そんぐらいわかれよ、クソが。消えろ。ぶっ飛ばされんうちにな。俺、99点。お前何点 ?97 点。じゃあまた俺がクラスで1番でお前がまた2、2> これで、俺がナンバーワンだ。 こういう人はいつどこで後ろから刺してきて裏切ってくるかわからないんで絶対に関わらない方がいいと思います皆さんこんにちはフェニックスですフェニックスネコネコ今日はうわぁなにこれ地獄からの使者スパイダーマン バイターマン、やったーフェニックス、もっと心込めてやりなさい。はーい。これがヒットしないと今月のパパの借金返済できないからどんなに正当化しようが、結局は小さい子供に労働をさせてますからね。ね。てか、相棒、思ったんだけどさ、これって全部。あとこれ昔聞いた話なんですけど、<い>とある方が、 とある大物子供を利用してお金儲けしてる親に変な大きいお友達が見てないか心配にならないですかと聞いたところ親はそういう人たちは普通の人よりたくさん応援してくれますからと答えたそうです。ふぅ。<noise> YouTuber だろ。えこれ全部 YouTuber のことでしょまあ、あそういう捉え方もできるよね。はぁ、あ。タックーし どうでしたかご満足いただけましたかということで次は PDR さんの番です。ぜひタックー氏にやってほしいことがあるんですよ。すげえ嫌な予感がする。いつもの感じで動画を作ってほしいんですけど、おまん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 お,、ま、おまんたちって言ってますね。途中でいきなりり実写にに切り替わってタック牛に ゲロを履いてほしいんですよ。本物のゲロじゃなくても大丈夫です。で、普通にゲロ履くだけじゃつまんないんで、いや、十分だろ。タックーシーの膝の上で膝枕をしてるユゆうたの口の中にゲロを履いてほしいです。あ、ガード。膝枕ゲロを次の YouTube ブームにしましょうタックーシー、やらなくて大丈夫なんで、てか、やらないでくださいじゃ、<music> でで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 でロボコン ここ最近で一番無理があるな。PDR さん T シャツ絶賛発売中です。メタル風ロゴとこっちに置いて T シャツの2種類がございます。興味ある人は下のリンクから飛んでいってください。PDR さん LINE スタンプもよろしくね。この動画が面白いと思ったらぜひ高評価お願いします。チャンネル登録よ一緒に続けてる皆さんの絶対に関わっていけない人はどんな人ですかぜひ教えてください。あと前回の動画とその前の動画はぜひぜひチェックしてください。